である本名は日村茂雄1901年3月21日東京府東京市小石川区に生まれる日本統治時代の台湾台北州に移り旧正台北州立台北第一中学校に進学同校を卒業後旧正台北高等商業学校に進学同校を1924年3月に卒業している 同年、内地に渡り、帝国キネマ演芸の俳優であった、ネズシンの指摘門弟になり、ネズが同年の後半に東亜キネマ公用撮影所に移籍、津村も同行し、同年12月25日に公開された海の悲劇に出演して、満23歳で映画界にデビューした。1925年6月には、牧野正蔵が東亜キネマを退社、お室撮影所を開いて、 マキノプロダクションを設立。津村は、東亜キネマからマキノへ移籍。死のネズは、東亜キネマに残った。翌九百二十六年三月十二日に、公開されたサイレントの時代劇映画、臆病節で主役に抜擢され、同社の新進スターとして、活動を始める。九百二十九年七月二十五日、マキノ正造が亡くなり、同年九月に、マキノ正広を格とした、 新体制が発表になると、津村は、嵐、冠三郎、荒木忍、南光明、根岸東一郎、谷崎重郎、坂東三右衛門、市川米十郎、東郷久義、市川畑谷、実川ロガン、桂竹浦と共に、俳優部男優に名を連ねた。その後、新体制下の巻のプロダクションは、財政が悪化したが、1931年7月、 同社の解散と共に退社した。記録に残る最後の出演作は、1930年10月31日に公開された街のシャレ男であった。牧野退社と共に帝国キネマ演芸に移籍、同年6月10日に公開された嘆きのと等に出演したが、同社は同年8月28日、新興キネマに改組され、津村は継続的に新会社に入社した。 1932年10月、同社を退社して、台湾に戻り、台湾プロダクションを設立し、偽人クレオートリを制作、これに出演した。1933年には内地に帰って、フリーランサー協会に参加、決戦高田のババ等のトーキーに、脇役出演する。同年、新興キネマに所属する実際下の女優、水原玲子との恋愛事件が発覚。 翌1934年9月には、水原は同社を退職せざるを得なくなる、という事件が起きている。津村はこれを機に、東京へ移り、1935年には、日活玉川撮影所に入社、1940年頃まで映画に出演した。第二次世界大戦終結後の映画の出演歴はなく、その後の消息は不明である。没年不詳。金。金。 時代編、恋を背負う男を同時上映した桜川記念までの1926年公開時のポスター。校舎に津村の名が確認できる。クレジットはすべて出演である。公開日の右側には役名、及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。 同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によって、タイトルの異なるものは併記した。すべて制作は、東亜キネマ公業撮影所、配給は、東亜キネマ、すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作は、マキ野プロダクション五室撮影所、配給は、マキ野プロダクション。 すべてサイレント映画である。すべて制作。配給は帝国キネマ演芸。すべてサイレント映画である。すべて制作。配給は新興キネマ。すべてサイレント映画である。サイレント映画である。すべてトーキーである。特筆以外すべて制作は日活玉川撮影所。配給は日活。すべてトーキーである。ありがとうございます。